ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。今日から少しですね、NHK の問題というのを考えてみたいと思うんですね。NHK の問題って言いますと、我々は視聴料を取られますからね。それだけでもかなり腹立ってるわけですが、なんで視聴料を腹立つかっていうと、まあそれはね、NHK しかテレビ番組がなかったりですね、家族がラジオを囲んで3つの歌を聴いたりしてる時代はね、それはある程度 NHK に視聴料を払わなきゃいけなかったかもしれませんね。だけど現在のように、いくらなんでも、なんつうか現代の、なんつうんですかね、まあ変な感じですよ。ちんどん屋っていうかですね、まあそういうようなピエロっていうか、そういう役割をしてるわけですね、NHK っていうのは。っていうのは、別に我々は NHK じゃなくて、なんだって今聞けるわけでしょ。全部タダでしょ。それで、NHK だけね、2000円とかなんとか取られるってのは一体なんだと。それで、こんな不当な商売ってあるんですかね。不当も不当も、極端に不当ですよね。だけども、まあ、社会ってのは一度作ってしまうとね、なかなかダメなんですよ。それから人間っていうのはですね、空からお金が降ってきて、精神がまともな状態っていうのができないんですよ。これも不可能なんですね。だから NHK のように、国民から視聴料を取ると。しかも、根拠もなく取ると。根拠ないですよね。だって NHK の代わりどれだってやるわけですから、別に NHK がなんか特別な番組をやってるとかね、特別な取材人がいるとか、そんなの全然ないですからね。ですから僕らただピエロっていうか、なんかそういう感じなんですよ。実にこの世の中で最も奇妙な状態が NHK が存在して視聴率を取るってことですね。しかもそれが視聴料払わないと裁判になって、払わない方が有罪になったりするっていう、さらに滑稽なことが起こるわけですね。まあこれはまあもちろん裁判官がポンコツなんですけどね。でまあだけどそれ言っててもしょうがないから、僕がなんで NHK はちょっと問題があるのか。まあとにかく視聴料を取るっていうことはダメですね。まあ施設は全部、もし NHK が全然腕がなければ、もう今は腕がないことはよくわかってますから放送のね。まあ今の施設全部上げていいですよ。全部タダで上げるから、一生懸命自分たちでやんなさいと。お金なんか期待しないで。だって、世の中の商売って官庁以外は全部そうしてんのにね。NHK だけが、俺金をもらわなきゃできないよって、この頃ね、放送禁止用かもしれませんけど、こじきですよね。言えばこじきです。だけど少し質問をしたいと思うので、この質問が最後のチャンスですからね。これに答えてくれればですね、一応 NHK も誠意があるかという質問を2、3個しやりたいと思いますね。まず第一に、ちょっと難しいので、ひばりクラブの人は、あ、こんな感じだなと思っていただくぐらいでいいんですけども、受信料は正直かと。NHK の受信料は正直なのかということですね。つまり、NHK が放送するのに必要だから、国民に払ってもらっているというのがとてもいいでしょ。本当かということをちょっと簡単なグラフでね、複雑なこと言うとまたごまかされますから、簡単なグラフでちょっとお聞きしたいと思います。NHK の方はぜひ、回答をいただきたいと思います。テレビの世帯普及率っていうのは、白黒テレビがこのグラフですと、紺で書いてありますね。それから、カラーテレビが赤で書いてあります。横軸が西暦で、縦軸が世帯普及率を書いてありますね。これ世帯普及率って書いてあるのは、NHK は世帯ごとに視聴料を取りますからね。ですから、世帯普及率を書いてありますが、まあ日本の家庭はですね、まあ1950年代はほとんどテレビ持ってる人いなかったんですよね。私たちもそうで、僕なんかそうで、テレビは街頭に見に来ましたよ。土地認識、双葉山線、吉葉山線なんちょっとね。もうなんか広場に行ってじーっと立ちながら見ました。まあそういう時代から、まあ1960年ぐらいにざっとこう普及し始めましてね。そして65年ぐらいにはもうほぼ 90% の世帯にテレビがあるということですね。この間 NHK はごまかさなかったかっていうのを質問しますので、真面目に答えてくださいね。NHK というああいう放送商売っていうのはですね、他のものと違うんですよ。例えば自動車ですと、まあ自動車の普及率が 10% と 90% っていうと、自動車が9倍売れるんですよね。それは10% の普及率に対して90% の普及率になれば、10台が90台。10万台だったら90万台。こういうふうに売れるわけですね。ですから売り上げが上がるんですよ。
つまり自分たちの努力に応じて、つまり自動車会社は自動車を1台作るごとに努力をして原材料を使って一生懸命セールスして、そして10台を90台にするわけでしょ。ですからそうなんですが、放送業っていうだけが違うんですよ。放送業っていうのは視聴率が高いとすごく儲かるんですけど、なんでかって言いますとね、放送してるのが同じなんですよ。 10% の時の 30% の時と少し違うかもしれませんね。それは 10% の時だとね、主要都市だけに放送局があって、まあその地方の方に行くと少し見づらいとかいうことが起こりますからね。ただ 30% ぐらいに視聴率がいきますとね、これはもう全国津々浦々ちゃんと聞けないと、なかなか放送って難しくなりますね。ですから、30% の普及率の時に、NHK はもうちゃんとした放送ができたはずなんです。できてたはずなんです。そうしないと 30% の人が見れませんからね。そして、これが 90% になるってことは、視聴量が同じなんですよ、この間ね。そうすると、視聴量が3倍になるんですよ。もしも、このことが少し違ってね、この間に多少視聴量が変わってたら、それを教えてくださいね。だけど僕らの普通の視聴者はわかりませんから。そうすると、NHK は 30% の時の設備、人間を使って電波を出せば、その3倍の人たちが見るんですよ。3倍の人たちはね、テレビは自分で買うんですよ。NHK がこう渡すんじゃなくて。だから自動車と全く違うの。自動車とかテレビの販売とか、その全然違う意味があるんですね。放送局ってのはすごいずうずうしくて、自分たちは放送しっぱなしで、受信機はあなたが買ってくださいっていう、そういう態度なんですよ。本当はサービスとは違うんですよね。自分でやったことが相手ができるようにならなきゃいけないわけですから。だからそうなんだけど、まあテレビはそうなんですよ。ということは NHK は視聴量が 30% くらいだった1960年あたりの時に、もうすでに設備投資全部終わって費用が発生して、その費用を視聴者に被せてたんですよ。90% ったら3倍儲かってますから。儲けはもっと大きいでしょうね。売上が3倍になる。儲けはもう固定費同じですからね。このお金どうしたのって、まず答えてください。それからもう一個はカラーテレビ、カラー契約ですね。カラーテレビとは大体このグラフ見ましてわかるように、これは大体10年遅れて、1970年から1975年までですね。この時にもうカラーテレビにバーッと変わっていくわけですよ、白黒テレビが。それで、まあこれもやっぱり、まあ 10% から、まあ 90% になるのに大体5年弱なんですね。だけどまあ 10% の時は、カラー放送。だけどこれはカラー放送はね、まあどのくらい白黒の設備がある時に金がかかるかわかりませんが、これ NHK が回答してくださいね。我々、僕お金払ってるんですから、ずっと。で、これがカラーが 30% ぐらいになれば、全国津々浦々にカラー放送をしてるわけですよ。その時にかかったお金は 30% の時に取ってるんですよ。それが90になったらまた3倍でしょ、ここに。そうすると、ここでまた3倍儲けちゃってるんですよ。だから、まあこれをほとんどの場合私知ってるんですけどね、用途は。NHK の人の給料を上げたということと、まあ、儲けは同じなんですよ。トヨタ自動車なら、30万台売ってるやつが90万台になったら、30万台から90万台に生産量を3倍にしなきゃいけませんから。それはお金をいただかなきゃいけない。それは 90% の方が少しは楽ですよ。30% よりか。だけど現物は作らなきゃいけない。ところが NHK は電波出すだけなんですよ。出してお前ら勝手にテレビ買えよと。電気代もお前ら勝手に自分で払えよっていう、こういう殿様商売なんですよ。これ NHK の人多分気がついてないんですよ。つまり俺たちは偉いんだっていうんだからね。テレビなんかお前自分が買うべきじゃないかって言うけど、おかしいですよ。テレビ買わなかったら NHK いくら電波出したって見れないんですから。テレビを置くとね、テレビを置くと視聴量取るんですよ。なんだこれって。テレビ一銭も出さないでっていう感じなんですよね。ただ僕の今日、まあそういう放送のね、変なところは別にしまして、NHK がこの白黒で3倍、カラーで3倍になった時にその金をどこに使ったのか。ということなんですよ。自分たちの収入を太らせて余計なことをやったっていうだけですよ。BS やったりね。それからあれこれと衛星放送やったりなんか知らないけどいろいろやってですね。そしてごまかしたんですよ。それは視聴量じゃないですよ。言いたいけども。視聴量つまり、例えば NHK の総合テレビだったら総合テレビの視聴量であり、カラー契約はカラーの
あれであって。何も我々 BS なんつうのは別に BS の契約すればいいんだから。別に関係ないですよね。他のとこは全部そうしてるんですから。当たり前ですよ、商売は。サービスに応じてお金をいただくということですからね。ラーメン一つ頼んだらラーメン一つの代金で、ラーメン二つが来たから、ラーメン一つ頼んだら二つ来たから。何ですかこれって言ったら、いや、私が練習するためにもう一個作りました。いや、そう、練習のものはお金取っちゃダメですよっていうわけですね。こんな常識的なことが NHK が分かってないっていうことが、そんな非常識な団体に僕らが裁判で負けるって一体どういうことですかね。裁判官も深く反省してほしいですね。まずは、この質問をひばりクラブとして公開して、正々堂々質問しますから。ちゃんとした納得する答えを出してください。もちろん納得する答えあるでしょうね。天下の NHK ですから。自分たち正しい正しいって言ってんですから。30% と 90% の時と、まさか給料上げてないと思いますけども、それをちゃんと説明してほしいと思います。うん。